クライスラーニューヨーカーは、アメリカの自動車メーカークライスラーが1939年、モデルイヤーから1996年まで生産した高級車である。アメリカ車の社名の中では、最も長期間にわたって用いられたものの一つである。後継車種は、クライスラー LHS となる。初代から最終モデルまで11台が存在する。 1938年にクライスラー・インペリアルのパッケージオプションとして登場、好評のため翌年から正式モデルとして独立。完全な戦後型となり、プレストマティック二足自動変速機が選択可能となり、180馬力のファイアパワーヘミ V8 エンジンもラインナップされ、0から60マイル加速10秒をマーク、パワーアップ競争の先頭に立った。 1952年モデルからはパワーステアリングも装備された。エンジン出力は1956年のヘミで250馬力、1959年には350馬力までパワーアップされ、大型、豪華、ハイパワーを競うアメリカ車全盛期のモデルとなった。チーフスタイリストのバージルエクスナーによるホワードルックと呼ばれた。 テールフィンを強調するデザインが1957年モデルから採用され、1959から61年にピークに達した。1957年のオートマチックの3段化、トーションバー式サスペンション採用、1960年には車体構造がウナバディコンストラクションと呼ばれるモノコック構造になった。テールフィンが消滅、クーペやコンバーチブルも消滅し、 セダンワゴンにドアハードトップのみの車種構成となった。大馬力を誇るスポーティーな車から、ビュイックの上級モデルをライバルとする中上級車に、性格付けが変えられたためである。他のクライスラー車、同様、1963年モデルからは、業界最長の5年、5万マイルの長期保証が付けられ、販売台数を伸ばした。エクスナーの後継チーフスタイリストエルウッド・エンゲルにより、 全面的にリデザインされ、ホイールベースは2インチ短縮され124インチとなった。350馬力の440ファイアパワーエンジンがオプション設定され、チルトテレスコーピックステアリングなどが新採用された。1973年の第一次石油危機前に燃費性能をあまり気にせず開発された最後のフルサイズカーとなった。 1976年には中止された、クライスラーインペリアルのコンシールド型ヘッドライトを持つ外観デザインを譲り受け、リンカーンコンチネンタルやキャデラック級のクライスラー最上級車種となった。石油危機以降、ライバルはダウンサイジング化やキャデラックセビルやリンカーンベルサイユなど小型ながら高級なモデルの追加投入を行っていたが、クライスラーは こうした対応に立ち遅れ、経営危機器を招いた。従来のインターミディエート級にダウンサイズした、R ボディと5200から 5900cc の V8、エンジンを持つ新型車にモデルチェンジされた。新たに、サブネームが付けられ、クライスラーニューヨーカーフィフスアベニューと、呼ばれるようになった。また、安全規制の強化を受けて、車体は4ドアハードトップからピラー付けに変更された。この年、 ニューヨーカーは従来ラグジュアリーコンパクト級であったクライスラール・バロンの M ボディを用いることになった。ホイールベースは112.6インチと最盛期の126インチよりも34センチメートルも短縮され、エンジンも直列6気筒が標準 v 8 5 2 0 0 c c はオプションとなった。モケットシートのベーシックなニューヨーカーと 本川シートなどを装備したフィフスアベニューの2種類があった。翌1983年にはニューヨーカーフィフスアベニューのみとなり、同年末には次世代モデルにチェンジした。なおその後8代目ニューヨーカーフィフスアベニューは1984年からクライスラーフィフスアベニューにサイドナ改別車種となった上で1989年まで継続生産された。 前年登場した M ボディを用いるモデルはニューヨーカーフィフスアベニューとして継続されたが新たに前輪駆動の小型車用 E ボディを用いたニューヨーカーが誕生した E ボディは1981年に遅ればせながら登場したクライスラーのコンパクトカー系カーの拡大版で車体はダッチ600プリマスカラベルそして短名に終わった同じクライスラーの E クラスと共通で ホイールベース103.1インチ、全長 4755mm、全幅 1727mm と、日本の小型車枠に、あと一歩で収まるまでに小型化された。エンジンも直列4気筒 2200cc、ドーターボ 2500cc、三菱自動車製、直列4気筒 2600cc となり、わずか2年前まで 5900cc エンジンが、 搭載されていた車の直接の後継者とは思えぬ、急激な変化であった。しかし、クライスラーの最高級車種として、ランドートップやホワイトリボンタイヤ、ホンガーシートや木目調ダッシュボードなどのアメリカの高級車の様式はキープされ、さらにデジタル式計器類や音声警告システム、独立温度調整式、オートエアコンや完結式ワイパー、 電磁式集中ドアロックなどの装備が採用された。また、クライスラーが販売するリムジンのベース車種ともなった。また、このモデルは、メキシコのプエブラの工場でも生産され、同国でも、クライスラーの最高級車種として販売された。1988年のみ、ニューヨーカーターボの名前で販売された。新しいシーボディが採用され、全長も 4917mm まで伸び、 従来のように、軽カーを直接的に連想させるスタイルではなくなったが、気候的には E ボディを踏襲していた。エンジンは、三菱自動車の V6.3000、3300cc となり、アンチロックブレーキもオプションに設定された。フロントグリルは1980年頃の軽ボディを思わせる、コンシールドヘッドライトを持つ回顧趣味的かつ個性的なものとなった。 1990年からは単独のニューヨーカーの名前は廃止され、ベースモデルはニューヨーカーサロンとなった。1991年には 3800cc も追加され、1992年にはスタイルがやや丸みを帯びたものに改良された。最終型となるニューヨーカーは、クライスラーの経営改善を象徴するかのようにぐくと、若返った LH ボディで登場した。 前年に登場したクライスラーコンコード、ダッチイントレピット、イーグルビジョンの上級者で、クライスラー LHS の下級グレードとなった。ホイールベースは113インチに延長され、エンジンもクライスラー時世の V6.3500cc214 馬力となった。クライスラーは LHS をヨーロッパ志向のやや若向きのモデル、ニューヨーカーを保守層向けにしようと考えたが、 実際の違いはニューヨーカーがコラムシフト全席ベンチシートで LHS がフロアシフトバケットシートでニューヨーカーの内外装が若干簡素だった程度で1997年以後は LHS にもベンチシートが選択可能となりニューヨーカーは1996年モデルを持って58年間のモデルライフを終えた11代目を除き 各世代のニューヨーカーが日本にも輸入され、高級アメリカ車の代表的なモデルの一つとして用いられた。ハネケイの友と呼ばれた、聖尾長野賢治が、クライスラーのディーラーの一つであった、国際工業のオーナーであったためか、著名人のオーナーの一人に、田中角栄がおり、ロッキード事件の後半に通う田中を乗せた黒塗りの七代目ニューヨーカーの姿が、 しばしば当時のテレビニュースで放映された。ありがとうございます。